はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、続きをやっていきたいと思います。まずはメールですね。ラピス100個手に入れるために開けましょう。で、前回ちょっとレアガチャチケットを2枚くらいだったかな？手に入れたと思うんで、ガチャを引いていきましょう。あ、3枚ある。じゃあこのチケットは全部今回使っちゃいましょう。やっぱね、星5っす。星5。来い来い来い。来ない。こっから星5になるのはね、もう、望み薄だから。星4も期待できないからな。リディアか、また。リディアはね、結構使えない子なんすよね。あと2枚。頼む。もうここの段階でさ、運命が決まるからね。ダメだー。パリーンと。おお、こいつは初めてかな、クライン。でもな、星3だからな、ちょっと。今更感はあるしな、鍛えるにしても。まあ、主人公メンバーがね、鍛えれば星5までいくっていうのが、ありますからね。今回は全部星3か。やっぱなかなか出ないっすね。あ、シャドウだ、シャドウ。今頃来たのか。ということで、レアガチャ3枚は普通に星3が3体でした。じゃあ、ちょっとワールドに行く前に、今の感じっすね。フィーナ42レベルまで上げて、で、20何レベルかでケアルラ覚えたんで、まあ回復もいけるようになりましたね、フィーナ。これで白魔導士っぽくなってきた感じがして、で、一応レベル上げは、主人公キャラ3人だけで、絞って経験値を稼がせたんで、まあ、3人だけ突出して強いっすね。じゃあ、フィールドの、今度は、ランゼルト山脈の上層かな。まあここも多分全部はこなせないと思うんで、体力をためつつ、やっていきたいと思います。てかレインだけ足取りが速いぞ。こんな格好で雪山に来てんのかよお前らは。ふう、あとどれくらい登ればいいんだ。そうだな、ようやく中間地点あたりだ。半分か。こういう吊り橋ってさ、どうやって作るんだろう。不思議でしょうがないっすよね。橋の作り方なんかあるんでしょうけど、こういうの。しかもこの吊り橋超危ねえな。この辺すごく綺麗。山を登ればもっと綺麗なんだろうな。え、まだ登ってないの？レイン、フィーナを見習え。あんなに元気なんだぞ。そうだな。フィーナを見習っていくか。なんでいきなり友好的になってんだ、ラスウェル。残り半分、頑張ろう。おお、元気っていうか、無駄にテンションが高いだけだよね。12、12。もうお前そっから落ちろ。グラグラグラ、うわーみたいな。3人で渡って平気なのか。1人ずつ渡った方がいいんじゃないか。うるさいからやっぱり見習うのはやめてくれ。その通りだ。特に橋のことには何も触れなかったな。入り口。さてさて、誰を連れて行こうかな。まあ、入り口は最初このフリオニールを連れて行きましょう。フレンドフリオニール。で、アイテムは、一応ちょっと少しセットしていきますが、フェニックスの音を、あとは、なんとなくハイポーション。あとは、一応ね、なんか攻撃アイテム的なのもあるんですよね。まあ、いっか、こんなもんで。エリクサーとか、もったいなくて使う気になれないからな。よし、行きましょう、これで。プアゾンイーグル A。あ、ボムのなんか変なのがいるな。変なボムがいる。ちょっとこれは、ライブラで見とくかと思ったら、間違えて攻撃をしてしまった。ついね、プチって押しちゃうんですよ。なんだろうな、色的にそんな。で、フィーナは攻撃がないから、ファイラ効くかな。で、ラスウェルはブリザラ。こいつは特にだな。攻撃しよう。お、なんか、すげえ、めっちゃ弱点だぞ、こいつ。なんかが弱点だったけど、ちょっと待って、その前に、毒になった。まず、ライブラで、こいつを見る。どうせボム系だから自爆してくんだろうけど。ブリザラに弱く炎に強い。完全に逆だな。で、フィーナは、ポイゾナでちょっと回復させとかないとまずいから。あとは、攻撃だな。あんまりボムを刺激しない程度に。よし、これでどうだ、集中攻撃すれば倒せるか。 OK。 あとはこのなんだかよくわかんない、あ、そうか、弓に弱いのか。飛行系特攻ですかね、弓は。こういう時だけ役に立つな。また同じか。まあ、とりあえず倒して1体ずつ倒していこう。ここは攻撃で大丈夫かなと思ったけど、ちょっと毒になっちゃったかな。こいつをぶっ倒したら一旦毒を回復させましょう。やっぱ結構食らうな。で、アンゼルムがケアルラを使って、でフィーナでポイゾナ。あとどうしようかな。少し殴っときたい気もするけど、あんまり刺激が強くてもな。一回殴ろう。うん。リオニールもちょっと殴ろう。うん。ちょっとこんなもんにやめとこう。うわー、殴っちゃった。これちょっとやばいパターンじゃないの。これなんだ、あれが出せない。指示が。こうやって押したら防御しちゃうでしょ。よーし。うわー、やっぱ自爆してきた。死んだ。フェニックスのを使おうかな。うわ、ズーの強いバージョンか、これは。まずはやっぱりレインを生き返らせよう。まず、これでも飛行系特攻か。弓をちょっと撃とう。そんなことなかった。アイテム。フェニックスの。で、レイン。で、使って、アンゼルムで、ちょっと一旦ケアルラをかけて、ヒットポイントを回復させて、あとはちょっと攻撃するか。峰打ち。麻痺になんねえかな。敵一体だったら、お、なった。これは、あとはボコすだけ。よーし。ちょっとレイン、ヒットポイントが低いな、ただ。ウェアパンサー。ちょっとこれはもう全力でいこう。よしよしよし。攻撃あるのみ。ワイルドローズ1体か、相変わらず。全体になんないのかな。ほら、いけ。倒した。オーケー。3200か。経験値そこそこあるな。そこそこあるけど、これ分配すると大したことになんないかな。まあアイテムは普通っすね。はい、ではランゼルト山脈上層の横穴っすね。やっていきましょう。横穴ってどこだよ。どこに入り込もうとしてるんだお前は。エクステスがいっぱいいるけど、ちょっと微妙なレベルだな。このエクスですわ。53か。ちょっとこれは取っとこう。やっぱみんなすげえエクスです。いっぱいいるな。大人気だな。レベルがな、ちょっと低いよな。33レベル。他の2人はな、いくつだっけ ?33 か。ちょっとエクスですの。魔法見てみましょう。あー、でもハイが3だかブリザカはあるな。じゃあ大丈夫か。ちょっとじゃあ流行りのエクスデスを連れて横穴とやらに。わわ、足場が危ない。落ちる落ちる。おいおい、高いところは飛空艇で慣れているだろう。いいや、飛空艇から見るのと実際に歩くとのでは全く違う。どこ落ちるんだ全然落ちる要素はないけどな。ちょっとボムがいるんでウェアパンサーをまず先に始末しましょう。おお、ダメか。毒爪もすっげえ厄介だな。ポイドナで回復させて、ちょっと X です。1回ブリザが打とう。1回つっつくくらいだったら大丈夫でしょ、多分。いくつだったら426だもんね。全然しょぼい。で、こっからぶん殴れば、まあ、自爆されたとしても、どうだこれでも。1000いくつは食らいそうだな。X です。死んだ。X ですが死んだ。マジか。どうしよう。スーパー魔法要員だからな。蘇らせるか。なんかちょっと最近、フェニックスのめっちゃ使ってんな。貴重なのに。で、これはどうするかな。まずラスウェルのブリザラでちょっと様子を見つつダメージを与えていこう。半分以上減らないと自爆はちょっとね使ってこないみたいなんで、なるだけギリギリまで減らして。ルナの攻撃力相変わらず強えな。でフィーナはフェニックスのを使うと。うわ、でも火炎でやられちゃうんじゃないかこいつ。死んだ、もういいや。ほっとこう。どうだ、倒せるか。エクステスの攻撃がない分ちょっと残ったな、やっぱり。おーおおお。まあこのくらいだったらしょうがない。500か。結構きついな。もう出てくんなよ。よしよしよし。ケアルラ。で、まあ、一体ずつ倒しますか。また毒か。まあ、毒にはならなかったけど。もうこれ、X ですわ。いいや。蘇らせない。完全に死んだままにしとこう。うおー、ティラノザウルスちょっとタフだなこいつ。一回ケアルラをかけよう。アンゼルムが減ってきたから。もう2ターンかかんな。そうするとこれだけのレベルをもってしても雑魚的に結構苦戦するとはな。平均レベル40は超えてますけど敵も強いっすね。で、ここはちょっと全力で行きたいけど、どうしよう。ウェアパンサーが先に1回殴っとくか。もう毒がここまでくればほっといていいんで、ルナは全体攻撃。ブレージングストーン効かないからな。フィーナは攻撃だな。で、これ。よし。どうだ？いけるか。よし。いやー、まさか X ですがいきなり殺されるとは。竜の牙、魔獣の骨。ここら辺があんまり見ないものっすね。ガチャ運。俺もガチャ運はない。高原。なんで山に高原があるんだ？X ですの、もう一人30何レベルの人がいたと思うんで、この人がこっちを連れていきましょう。クソ、なんでこんなにモンスターが襲ってくるんだ。この辺りに何かあるのかもしれんな。その何かってなんだよ。さあな、俺にだってわからないことはある。お前が何でも知ってると思うなよ。ほら、これは1500は食らいそうだな。またエクステスが死ぬんじゃないか。1600。フィーナが死んだよ、今度は。しかもアンデルムが毒ってるし。もうほんと厄介だな。4人の攻撃で倒せるか。倒したか。全体攻撃で攻められないのもちょっと辛いな。ボムが出てくるとどうしても。おー、ルードラ。サンダーあたりをちょっと唱えてみよう。700か。まあ、攻撃そのものはそんなに強くないから、ちょっと次、ケアラをかけつつ。おっ、なんか全体攻撃っぽい、これは。結構食らったな。まあ、あとフェニックスの1個しかないんで、ちょっと申し訳ないけどフィーナには死んでてもらおう。このままゆっくりつかの間の休息を楽しみたまえ。またルドラか。ルドラは3ターンかな。そうするとかかるのは攻撃だけだったら186。大したことないな。大旋風使われたらアタッカー使ってきた。ケアレラを使おう。まあ、ケアレラ1回分で回復できるんで、特に問題はないでしょう。で、最後にこいつらか。多分ラスウェルのね、この全体攻撃を使えば、かなり減らせられるんで。ちょっとここも総攻撃を仕掛けて、でなおかつ X ですがブリザが持ってるんで、頼んだぞ、そのためにお前を入れたんだ X です。よーし、さすがだ。ま、1人1回誰か死ぬな。死者が出る。お、アイテムが少ない。よろしくお願いします。次まではあと1分ちょっとか。ではランゼルト山脈上層の洞窟ですね。今度は洞窟の中に入るのか。ここでちょっと50何レベルだっけ？ X ですを連れてきましょう。53レベル X ですか。お願いします。ブリザガが頼りだ。ルドラ。ルドラは何に弱いんだろう。ちょっと調べよう、ライブラで。弱点があればもうそれをついてサクッといきたいけど、ストーンか。また微妙なもんだな。まあストンラ持ってるけど、レインもストンラを持ってるんですよね。フィーナは特にないから狙っとこう。とりあえずこいつはもう迷宮を使おう。迷宮とかの方が強いのかな、やっぱり。おお、全属性耐性ダウンなんだろうな。これちょっと使ってみよう。あ、先に使えばよかった。あ、先に使ったか。ストンだ。いくつ当たった？おお、結構当たるな。これはこれで倒せるか。ちょっと残ったな。結局3ターンか。まあでもルトラ1体だとだいぶ楽だな。ボムがいなければな、やっぱりなんとかなる。出たー。まず1回プリザが打っとこう。であとはこいつに攻撃を集中させる。プリザガでいくつだ ?800 とかだっけ。げっ、超強い。魔力が違うからか。これでティラノザウルスを始末して、うん、いいヒットポイントだな。やっぱりレベルが上がると全てにおいて強くなるな。当たり前だけど。これでバルーンが来ても怖くないぞ。また同じパターンだ。ってことは同じパターンでいけばいいわけだ。ブリザが使ってティラノザウルスに攻撃を集中させる。1700で、このターンでティラノザウルスを倒して、あとは下のバルーンを始末する。だいぶ安定してきたな、ここに来て。最初は絶対死者が出てたのに、今となっては怖くないバルーンも。で次が4戦目だから、ここはもう全力でいこう。全力でいこうと思ったらお前一人で来るとは、なんて身の程知らずな。だが俺は容赦はしない。 X です。何使おうかな。サンダーガでいっか。いけ。楽勝だ。お、あれなんだっけ、竜の心臓だっけ。てかなんでウェアパンサーがそんなもん持ってんだ。どう考えても虎だろ。大竜の心臓か。もう一個あるかな。ある。頂上じゃなくて山頂か。また少し体力を回復させないとできないので、ちょっとまた一回休みます。はい、では頂上に行きましょう。まあ頂上まで行くのはいいけど、結局ね下山しないといけないからね。登ったってことは降りなきゃいけないっていう、まあその悲劇も待ってるけど。バルーン3体かよ。これはどう処理するか。まず X デスのブリザガを1回かけて、で多分ブリザラをかけてもね大丈夫だとは思うんだよね。どこまで減らせられる ?3 分の1くらいか。あとはちょっと攻撃をしていきましょう。まあこいつに至ってはちょっと残るけどしょうがない。自爆で500、280、700か。死にそうになるな。おお、これも残るのか。これフィーナちょっとやべえな、また。ああ、やられた。回復させときゃよかった。あ、でも自爆してない。あんくらいパワー低くなると自爆しないのか。なんて都合のいいやつなんだ、こいつは。まあフィーナを蘇らせるだけの余力はないからな。また眠っててもらおうか。今回フィーナ寝てばっかりだな。ここまで来ると気温がさすがに寒くなってきたな。レイ見ろ、モンスターの卵があるぞ。おい待てよ、それってワイバーンの卵じゃないか。ワイバーンって食べれるの？美味しいの？一歩間違えると俺たちが美味しく食べられちゃうかも。ワイバーンと戦うってことか、そうすると。おい、またこのパターン。ブリザガのブリザラでちょっとどうするか。フェニックスのあと1個あったよな。生き返らせるか。いいな、生き返らせて。して、ケアルが大人よ。ルナって何かあったっけ？ケアルがあんな。フィーナがまだ生き返ってないから唱えらんない。これで生き返って、アンゼルムで回復させて、これで、とりあえず当面はしのげるでしょう。どうだ？狙うなよ、狙うなよ、狙われた。どうしようかな。とりあえずケアルラを唱えよう。で、あとはこいつに総攻撃。まあ、アンゼルムはそんなに攻撃力高くないんでね、杖を装備させてるんで、持ってるのは剣ですけど、魔力をちょっと高めるために、武器は、なんか魔力が上がる杖を装備してます。うおー、狙ってくるねー。あれ、フィーナじゃなかった。フィーナが狙われたと思った。どうしよう、ケアルラを一回唱えるか。バルーンがいるしな。あとは、一回ブリザが、一回ブリザラ。で、こいつにターゲットを置いて、ティラノザウルス3ターンかかるかな、この調子だと。タフだな、やっぱり。まあ、ただティラノザウルスっていうにはちょっと小さいよな。もっとめっちゃ巨大なティラノザウルスとか。てかまあ恐竜がいること自体、まあ、どういう世界なんだって思うけど、この世界では恐竜は絶滅してないんですね。あれ残るかこれ、ちょっとバルーンこれアンゼルム食らったらまずいんじゃないか。ちょっと500か。まあラスよりでよかったな。で、多分ボスか。一応ケアルラかけとくか。来たぞ、ワイバーンだ。これがワイバーン。めちゃくちゃ強そうなんだけど。強そうなんじゃない、強いんだよこいつは。ものすごく、とにかく山は登りきったぞ。ほんと飛空艇のありがたみが分かったよ。まず弱点チェック、ライブラ。まあ少し長期戦になるのも覚悟するか。うおー、24300、弱点なし。眠り無法、無効。麻痺無効。石は無効。じゃあちょっとケアルラを2連発で唱えるか。フィーナもケアルラ覚えましたからね。これで一旦ヒットポイントを全開にして、あとは、とりあえず必殺技使って、まあただ、レジストされるのもないんで、あ、ちょっと待って待って待って。ウィークとか、どうかな。これでちょっとライブラを見てみよう。反映されてんのかな。噛みつきで300。2回攻撃か。で、ライブラちょっともう一回見てみよう。変わってるかわからないけど。特にそういうわけではないんだな。まあでも、耐性には弱くなってるみたいなんで、どうしようかな。こいつは攻撃の方がいいかな。ラスウェルは名鏡。エクステスだな。タイガ。あと1回しか使えねえし。250。噛みつき。これはちょっとケアルラをかけよう。で、ルナは地獄の火炎。で、あとはもう攻撃あるのみだな。おーら !1500 か。ブレスウィング、これ多分全体だな。うわレイン1 マジっすか。なんか根性的なのが発動したわけじゃないよね。これはちょっとフィーナもケアルラを唱えよう。ルーナはフロストシュート。あとはちょっと攻撃だ。いやー強いなワイバーン。噛みつき。おお、ちょっともう一回ケアルラを2回かけよう。どうしてもレインのヒットポイントがいかないからな。あ、パワーブレイクとかそういうあったね。多分次総攻撃かければ倒せるかな。微妙だな。まあちょっと減ってないんでこのままいきましょう。弓特攻じゃないのかよこれ。そういえばワイバーンって。ブレスウィング、いやこれはいけんな。このままガンガン攻める。終わりだ。まあワイバーンからするといきなり人間が登ってきて攻撃されてって感じだからな。さすがはワイバーン、なかなか骨が折れる相手だったな。うんうん、やったね。とにかく山は登りきったぞ。ほんと飛空艇のありがたみが分かったよ。それさっきラスベルが言っただろ。お前は何です同じこと言ってんだ。この山は俺たちが征服した。山の主ワイバーンは俺たちが殺した。これからこの山は俺たちのものだ。ほんとひでえやつらだこいつらは。お、光の石塊が2つ手に入った。あとは降りるのは、ああ降りるのは勝手に降りてくれましたね。なんで次はランゼルと雪原。というところで、今回はこれで終了したいと思います。